終盤の一手争い。はい、今回は終盤解説です。今こちらが角をぶった切って攻め込んでいるところです。さあ同銀で竜が入って銀取りを相手の方馬を引いて受けてきましたね。ここはふんどしをかける一手で、ここで相手の方は馬を切ってきます。これ同桂に4八銀から4九竜っていうめちゃくちゃ早い攻めを狙ってますね。一回銀引きに、ここはかなり急がないといけない局面。一番早い手は何でしょう？正解は5三桂成ですね。相手は狙いの4八に銀を打ってきますが、自玉は一手だけ猶予があるので、竜を切って踏み込んでいきます。さあ最後、スマートに寄せていきましょう。角打ちから何系入るのが分かりやすい寄せですね。あとは押していけば香がいっぱい並んでるので詰みになります。イェイ、一手勝ち。またね。